るぞ。今はなんか生活費とバイト代とか全部一緒にしてるんですけど、分けたいなって思ってます。貯金する用と遊んだり旅行行ったりする用の生活費と分けたいですね。旅行行きたいし、あと留学の資金も貯金したいなと思ってるんで、分けたいなと思ってます。作りたいです。そうなんですか？キャンペーンどんなのか知りたいです。